阪神カジアレン投手、32、が来季の戦力構想から外れたことが29日、分かった。昨季は51試合に登板死亡御率に、56でリーグ制覇、日本一に貢献。今季は13試合の登板にとどまり、7月27日の中日戦を最後に一軍登板がなかった。前日28日に V1 が決まり CS からの下克上日本一を目指す中、 プロ11年目のベテランミニューでが静かにチームを去ることになった JR 九州から13年ドラフト1位でソフトバンクに入団18年には72試合に登板するなど実績を積み重ねた20年オフにソフトバンクを戦力外となり阪神に加入移籍2年目の22年に39試合に登板しカムバックを果たすなど 不屈の精神と練習熱心な姿勢で若手の手本となった。右打者へのカットボールが特に有効で、場面問わずフル回転できる使い勝手の良さも大きな武器だった。今季の一軍は岩崎、ゲラ、霧式、石井の勝ちパターンが不動。岡留やと見たら若手も登板機会を増やし、昨オフに現役ドラフトで加入した漆原も奮闘した。 豊富な中継ぎを抱える虎の投手陣の中で一軍の出番が減りこれが自身二度目の戦力外通告となる。この日はウエスタンリーグの工夫早手戦で一回無失点。まだまだ体は元気で、現役続行へ意欲があると見られる。カジアレン、カジャ、レン、1991年、平さん、11月25日生まれ、宮崎県出身。 福島 JR 九州を経て13年ドラフト1位でソフトバンク入団。18年に球団最多タイのシーズン72試合登板を果たし、セットアッパーとして日本一に貢献。20年オフに自由契約となり、阪神に移籍。昨季も51試合に登板した、通算222試合、11勝13敗1セーブ、62ホールド、防御率3、99。 185cm, 90kg, 右投げ右打ち。